誰これ待ってわかんないんだけどえ、ひひひ即蹴る即蹴るほい、まあまあ無理やな。あ、よかった。勝ち合ったんか。勝ち合ったよ、絶対勝ち合ってる。うん、あ、そうかそうか。最後真ん中上げた方がいます。あ、てか最初から真ん中しか残ってなかった、俺が上げた時は。お、僕も真ん中上げました。なんで、パチッと上げて出ていったらまだ矢印ついてて、ゲンさんが直しに行ったから、あ、すいませんと思って。あ、ちょっと一瞬待ってもいいですよ、俺スキップ。うん、いや、スキップだけ。あ、全然、あれ、喋れるの、喋れる。キーボードがああ、いつもね。なんか、ちょっとえぐいんで。あの、うん、あれだ、停電、私の視点だと、ハイブリさんが停電が、なんか、治って、また縮こまっていく感じの時に、配電盤が離れたように見えて、私は入れ替わりで、展望の配電盤見に行ったら、真ん中だけ1個下がってて、どなたかが上げたって感じです。ちなみに、梅剣も触ってます、昇降機右で。あ、そうね、梅剣昇降機右行ったね、はい。真ん中が下がってますか？ぬーん、乗ってるはず。はいはい。最近4人マットしてる。誰と誰と誰？ガミ夢、ハイブリが一応ハイブリじゃない？ガミハイブリで勝ち合って梅健さんが直したんですかね？わかんない。多分そうじゃないかな。俺はだからパチって1回上げてよっしゃって思ったら、あの直ってなかっただけなんだ。ガミ梅ハイブリ？ゲンさんも。ゲンさんも。ゲンさんも丸真ん中言ってるし。はい。まあ、頑張ってやっていこうや。ねえ。平気で遊んでいるよと。こっくりと行こうしたのか、これ。あ、無理か。おい、ナイス。ナイス。いいね。よし、いきます。なんか今、ゲンさん、よっしゃ、行きますって言った？ん、押しときます。あ、押しときますか。なんか急になんかちょっと。はい、ガンダム、ガンダムのパイロットで。よっしゃ、いきます。よっしゃ、いきます。押しときます。いやー、いやー、頑張ろうねー。頑張ろうねやるかな、これ。お、あら、あ、はい、両方わかります。サントスさんは今、レポートでラウンジの配線ぐらいの位置です。で、魚さんは、うん、エレキに置いてきました。エレキに私が魚さん置いてきてて、バイタルを見に行ったらサントスさんはすでに死んでおり、レポートをしながら走ったらこんな感じです。私はシェリフです。サントスさんは、停電中にアーカイブにいて、で、多分その後にラウンジに行ってるんでしょうね。アーカイブに置いて、停電が治ってから僕、昇降機右を見に行ったら、梅健さんがいて、で、アーカイブシャワーで、ハイブリさんもいて、ハイブリさんが無理です。サントスさんのキルにかかる。このターン、左から右に乗った人誰？このターン。このターンです。さっきのターン右から左にやった人います？絶対はゲンです。まあまあ、多分ゲンさんだと思うんだけど。じゃあサントスさんがね、乗ってきてます。急にアーカイブ来たんで、サントスさんが乗ってきてます。なるほどね。うんうん、あ、じゃあ結構序盤に切られてそうだ。あ、でも停電がね、治った時には生きてましたよ。
そう、停電が鳴るときにサントスさんはアーカイブの机左で、メイヤさんと梅健と、誰だったっけ、あと言ってる、サントスさんがいて、いや、あ、もう一人はハイブリッド。アーカイブには藤宮もいました。僕は序盤で抜けてるよ。序盤、そうです。僕はアーカイブ脇して、本タスクやってすぐ下降りてて、その時に藤宮とすれ違ったぐらいだから。うん、アーカイブの最終順番が多分ハイブリ、プテハイブリ、メイヤ、梅健、藤宮の順で最終アーカイブにいるはずかな、うんうんうん、最後アーカイブに藤宮くん残して俺を降りて、うん、エレキでハイブリさんと一緒になってる。エレキは7、4、1、2、3、6、8、なんかその辺でいっぱい通って下いないですね。魚さんはそんなに通ったんだ。僕はなんかめちゃめちゃいましたね。一方通行なんで、あれ藤宮ステンレスロー出せるのハイブリさんだけ。エレキに死体があるみたいな。エレキは最初置いてきたって話で、エレキはハイブリ、梅健2人いて、俺としてはその U の字みたいなところぐらいまでは見たけど、死体はなかったので、魚が移動してると思う。あ、現です。魚さんは6番の位置に置いてきてます、うん、で、私がバイタル情報見に行ったらサントスさんだけ死んでましたっていう順番です、うん、このターンアーカイブの扉が閉まってるかどうか見てもらっていいですか。下の扉は開いてると思うんですけど、右の扉が開いてる場合は藤宮ができて、閉まってる場合は藤宮はやりにくそうかも。ほいくらいかな。藤宮って最後までアーカイブの助けやってたよね。いや、僕はもうシャワーに下ってメイン入ったぐらいです。伊豆ってどういうルートでは来てる？僕、展望で停電直して上がっていってます。高田さんって何してたんですか？俺ずっと宿舎前のに宿舎前の棒立ちしてる高田さん見た。ずっと棒立ち。じゃあ納得です。うん。おー、いいじゃん、いいじゃん。停電中？一回押しましょうか。なるほどね。はいはいはい、アーカイブ右は閉まってました。ああ、閉まってたんだったら俺は藤宮よりも梅健さんのがやりやすいかなって思いますね。藤宮くん以外確認しない？今伊豆源と一緒にアーカイブ確認したけど、あ、そういうことか。佐藤さんの方詰めた方が良さそうだよね。そうですね。梅健がやりやすいってどういう理論ですか？僕できないですよ。だって停電になるときにサントスさんアーカイブに置いて、僕が下に降りて、で、そのままダウンロードしたんですけど、メイヤさんが僕がそこにいることは証明してくれてて、いや、ダウンロードのは知らないですよ。昇降機右のはしごのところらへんでしょ、見てないから。まあでもそこに僕がいるのは証明してて、僕が戻って、アーカイブからシャワーにそのまままっすぐ降りるのは藤宮君が見てくれてるので。あ、そうなんだ。それ藤宮見てるんだ。見てないっていうのは。アーカイブから下っていくのは見てますよ。じゃあ大丈夫。だからまあ扉情報で、藤宮さん、ラウンジに梅健さんが寄ってサントスさん殺すことはできないっていう主張でいいですか？いや、そうとはいえ、僕が白を出せるのはハイブリさんだけです。序盤、ああ、まあ、でも無理かな。うん。扉情報に関しては、まあ正直タイミングとかもあるから、扉だけで弾くのは危険かなって思ってるので。うん、ハイブリさんは一緒に、まあ、中盤一緒にタオルタスクをやってて、うん、タオルタスクやってる時にメイヤさん、あ、じゃあ、てか、そう、藤宮視点で俺が弾けると思ってて、藤宮ってシャワーからアーカイブに入る時に俺が昇降機の左、あ、右からシャワーに降りるのを見てるはずなのね。で、シャワーの奥から下っていくのは見てます、うん、だよね。で、シャワーの奥で奥から戻る時にハイブリさんがシャワーの上から来てるので、僕は基本的にその藤宮がアーカイブにいるタイミングでアーカイブに入れないから、藤宮視点で俺が弾けないとおかしいかな。なんかね、メイヤ君がアーカイブからシャワーを降りてた時にアーカイブの下の扉が閉められたのよ。うん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 。その時に、ハイブリ、藤宮、メイヤで死にしちゃってる。これは停電前。そうですよね。うん。その理論だったら、多分僕も藤宮君に白出してもらえますよ。わかんない。じゃあ、扉を弾くんだったら。僕がだってキルしてる場合って、まあ、停電終わった後、昇降機左から藤宮君がアーカイブいるのに、そこを突っ切ってラウンジで殺して、またそこから、エレキでハイブリさんと合流しないといけなくなるんで。サントス側のキルは多分プテイズも無理だと俺視点を思っちゃう。サントスさん側ですね。左側にいる感じ？プテが右側から切って左に来ることが多分できないのと、伊豆は右に侵入する経路なさそうなので。結構時間あったよな、でもな。長かった。長いけど。が死んだのって1回目の停電後ぐらいなんですよね。長いから無理だと思うんだけど、プテイズ。誰かに会いそう。ガミ左に来る最中に。その辺。いいじゃない。耐えよう。
セルフぐらい言っとくか、そろそろ。あら、はい、はい、高田さんを発見です。メインホール、メインホールの暗室したど真ん中ぐらいです。割とじゃあ直近だと思ってて、俺今エレキからメイン上がるとき、メイヤ君と一緒にっていうか、メイヤ君が降りたんか。俺は石油側に行ってますよ。ハイブリさんが多分メイン側、メイン上が僕は石油側。そっかそっか、まあ、エレキで一緒にいて、俺がメインに上がってエンジン宿舎ミーティングに今誰か扉を開けたと思って、扉開けて上がっていこうとしてると思う。それガミです、後ろに僕がいます。メケンさん視点で今回僕に白が出るはずです。藤見くんどこにいた？今、メケンさんとエンジン真ん中ですれ違ってメインの左入ったぐらいです。あ、ごめん、俺ね給油やってるから見えてない。ごめんなさい、少し追加します。ハイブリの、はい、扉が開いたのでガミさんがミーティング行ってくれると思い、まあ、ガミさんかどうか分からなかったけど、なので弁当宿舎前でそのタスクやってるので、弁当でそこから行く人はいないです。僕から否定できます。停電直したことは？停電は伊豆が貨物で直してます。はい、 OK です。ガミさんどこいます？今ミーティング登ったとこですね、はしご。ハイブリさんがクルーだったら無理ってことね、ガミさんは。そうだね、俺からガミさんの白が出せる。うんうん、伏手さん視点どうですか？介入できそうな方がいなければ、結構メイヤさんとか近そうな印象ですが、まあ、メイヤ梅剣両方釣れば僕視点は釣れるかな。あ、僕視点で今回ってあの死人が誰ともなくて、アーカイブ脇が高田さんと僕だったぐらいなんで、あのもう一個前のキル、もう一個前ぐらいのキルで詰めた方が良さそうだなと思って。ハイブリさんとメイヤさんってどのタイミングですれ違ったんでしたっけ？結構序盤ですよ。序盤っていうか停電になる、停電になるちょっと前、5秒前ぐらいじゃないかな。俺もアーカイブ脇で、何もタスクせずにエレキまで降りて、エレキのタスクだけをやって、ボタン行こうと思ってメインエンジン宿舎って言ってるんで、今回のなんか藤宮梅県のやり取りは気になっちゃうんですけど、そのエンジンでの、いや梅県さんが多分メイン左開けたのって梅県さんですよね。いや開いてた。まあでも梅県さんはメインを通ってるってことよね。そうそう、メインを通ってメイン勝ちをやってメインを通って、梅県さんして藤宮はできるの？釣り先決めましょう。先に梅県さん決めましょう。はい、釣り先決めます。梅県さん。はい。はい。なんか俺これ、まあ、メイヤさんまで釣りたいですね。ここ。まあ、手直っちゃってんだっけ？直っちゃってる。いや、直してます。直してます。オッケー、オッケー。ごめんなさい、対抗出さない。全然わかんない。容疑者多い。そうだよな。容疑者が多すぎる。藤宮くん僕も見えてないの。いいね。誰これ待って、わかんないんだけどえ、梅健さんなのかな。でも梅健さんなのか。待って、誰これ。だよねー。あーらー、マットメイトです。だよな。はい、藤宮、いや藤宮がね、そう、アーカイブから絶対シャワー入ってきてないから、言ってるのおかしいと思った。あれさっき8人盤面1釣りの2キルか。そっかそっかそっか。はい、じゃあ信じていいのか。うん、藤宮どっち？じゃあハイブリさんで。はい、まずー今日はよく釣られるぜ。いや扉でうまいこと所定が猫ちゃったからそうね、あれちょっとめちゃくちゃにしといた。だからもうごちゃごちゃすぎて、なんか、うん、結局誰なんていうのが結論で自配信で。そうね、時間長かったからね。うん、ナイスー、ありがとう。はい、ナイス。いやー、全然分からなかった。いやー、分からん。
不死身はマット分かんなかったな。誰だろうな。マットいい位置にいるな。とりあえずダブル切れるか。神さんか不死身のどっちかだったよな。神様は動きで不死身は証言がおかしいっていうの二択だった。そうだよな。マットいい位置いるな。魚エレキで死んでるらしいよ。あ、そうですね。エレキの5番で魚さん切ったけど、なんかエレキにいないことになってラッキーだった。7、4、1、2、3、6、9、8とか言って5番だけ行ってなかった。5番まで行けてなかったね、俺は。少ないといかないから。5番以外行ってたほうが早かったっす。袋小路になってたからね。